ロシア民謡。ロシア民謡は、本来的には、ロシアの民族、伝承に基づく、助教歌を、さすが、近代以降の俗用や、歌曲などを講義に含み、実際に、ロシア民謡として扱われるジャンルは多岐に割っている。ロシアにおいて、ロマンスと呼ばれる、芸術歌曲に対して民謡は、ナロードナやペースニャーと呼ばれる。競技のロシア民謡は、農村で歌われてきた。 ジョジョカを指し、ウイリーナのような女児歌謡は含まない。フォークロアとしてのロシア民謡を中心的に担って、来たのは農民であったが、職人やスコモローフなど、中世までに農民以外の社会層によっても歌われ来た。18世紀後半には、これらの民謡と西欧文化との融合によって、ロシア語の歌詞と西欧的な和音伴奏の形態を特徴とするロシア歌謡、 工術と呼ばれる新たなジャンルが生まれた。さらに19世紀に入ると、都市化の発展によって招き寄せられた農民層から魚者、船引き、兵士、盗賊、囚人など多様な社会層が派生し、それぞれが独自の民謡を持つに至る。19世紀後半には労働者層による仕事の歌が重要なジャンルとなり、20世紀初頭の革命家はこうした労働家から生まれた。 これら18世紀以降の都市に現れた、通俗的あるいは芸術的歌曲も抗議ロシア民謡として知られており、例えばアレクサンドル・バルラーモフ、1801年から1848年、作曲の赤いサラファンは芸術歌曲であるロマンスが民謡化したものである。宗教化の流れを組むカントと並んで、ロシア民謡は後のロシアン芸術音楽の源泉となった。 また、喜劇の舞台では俳優たちによって民謡が歌われ、後のコミックオペラにつながった。農村で歌われていた、叙情歌は、儀礼歌と非儀礼歌に大別される。儀礼歌には、婚礼や奏礼、徴兵などに際して歌われる、家族儀礼歌、農耕に関わる年中行事に際して歌われる、農耕儀礼歌がある。叙情歌は、また様々なジャンルをはらんでおり、内容及び、 歌唱形態による分類方法がある。内容による分類では、恋愛を歌った歌、家庭生活を歌った歌、風刺的あるいは滑稽な内容を持つ歌などがある。歌唱形態による分類では、踊りや遊戯など体の動きを伴わないものと伴うものに分けられる。前者は、プロチャージナや、ノベウタと呼ばれ、緩慢なテンポと、規則的白節を持たない装飾的旋律が特徴である。 後者は、チャースタや、ソクカ、または、チャストゥーシカと呼ばれ、その名の通り早いテンポで、踊りや遊戯を伴って歌われる。プロチャージナヤは不規則なリズム、可変的なテンポ、豊富なメリスマ、不安定な調整を特徴とし、ポドゴロ遅く、過報の声のい。複製部ともと呼ばれる、ヘテルフォニー的に多性化する伝統を持つ。18世紀後半から、ロシア民謡が収集。 出版されるようになると、プロチャージナヤの持つ史上と際立った独創性は、まず文学の分野で注目され、アレクサンドル・プルシキン、アントン・デ・リビグ、ニコライ・チガーノフ、アレクセイ・コリツ・オフラがプロチャージナヤをモデルにした、ロシア女上司の作品を残した。これに少し遅れて、音楽分野でもプロチャージナヤが取り上げられ、これをイタリア風アリアやフランス風ロマンスの様式に、 作り変える試みがなされた。しかし、その独創的な民謡様式と当時の西欧音楽との隔たりの大きさから、やがて独自のロシアロマンスのスタイルが練り上げられていくことになった。チャストゥーシカは1870年代にグレープ、ウスペンスキーによって初めて術語として使われた呼び名で、ロシアフォークロアの一大ジャンルを形成する。形容詞チャーストゥイ、早いの意から発するとされるが、 故障は地方によって異なる。通常4行からなり、決まった音節数、通常は8.78.7を持つ、即興詩を短い旋律に乗せて歌う。詩は必ず複数であることから、チャストー式と複数型で呼ばれることも多い。2から4行ずつを複数人で歌い合い、詩が途切れないように競う場合もある。旋律は、地方独特のものから全国で見られるものもあり。 歌われる内容は、多種多様である。踊りであるプリアースカと同時あるいは交代で歌われる。通常は楽器による伴奏がつき、伴奏がない場合は、手やコップなどを叩いて表紙を取る。18世紀後半、エカチェリーナ2世紀の時代に、アレクサンドルスマローコフやガブリーラ・デルジャービンなど、当時の有名な詩人による、ロシア語の詩に主として、鍵盤楽器の和音伴奏が付された俗歌用の、 形式が生まれた。これが、ロシア歌謡である。ロシア歌謡には二つの特徴が見られる。一つは、ワルツ、ポロネーズなど、西ヨーロッパの舞局形式を用いていること、もう一つは、六度運転を過剰に利用した感傷的な、戦列様式を備えていたことである。ロシア歌謡は、貴族のサロンで歌われたのをはじめ、市民層にも広がり、それまで普及していたカントにとって変わるものとなった。 ロシアで最初に出版されたロシア歌謡集として知られるのが、グリゴリーテ・テプローフの、ヨカの暇つぶし、1759年出版である。さらに、ワシー・リート・トルトフスキー、1776年から1795年、出版、ニコライ・リボフ、1790年から1815年、出版らが、ロシア民謡集を出版したが、実質的にはこれらもロシア歌謡であった。 特に、リボフのものは、ジョアキーの、ロッシーに、ヨハン・ネッポムク、フンメル、フェルナンド・ソル、ルート・ビヒ・バン・ベートーベン、ラズモフスキーと呼ばれる三曲の見学四奏曲、作品59における、ロシア主題らが作曲に利用するなど、ロシア国内外に大きな影響を及ぼした。この結果、ロシア歌謡は、次第に姿を変え、 ロシアロマンスと呼ばれる新しい女情海洋のヤンルへと発展的に解消されていった。ロシアに漂着した大黒やコーダユーが鎖国中への日本への帰国の許可をエカチェリーナ2世に直訴するため、1791年にサンクトペテルブルクに滞在中にコーダユーの境遇を歌ったソフィアの歌が作曲され、た叩く間に流行した。ソフィアの歌は19世紀には、 訳詞と替え歌の問いを横断し、抵抗歌や軍歌にもなった。ロシア民謡というジャンルは、日本では民謡と呼ばれているにもかかわらず、その来日はロシア語で、人民の歌、大衆歌曲、大衆歌謡と呼ばれたソ連時代の多くの流行歌、愛称歌からなっている。特に、日本では、赤軍と白軍とのロシア内戦や、第二次大戦の独ソ戦中に流行した歌が、 親しまれている。したがって、ロシア民謡とは言っても、長年に歌って民間で受け継がれてきたような本来の意味での民謡ではない歌曲が多い。このようなジャンル名の意味と内実とのズレは、英訳すればポピュラーソングになるというロシア語を民謡と語訳したことが原因となっている。さらに、ソ連時代には歌も公共の財産とされたため特定の作曲者や、 作詞者が伏せられていた場合も多く、そうした事情をよく理解していない日本人に代々受け継がれてきた作者不明の民謡であという誤解を助長する結果となった。原則としてロシア語の歌がロシア民謡と呼ばれているが、中にはもともとはウクライナやベラルーシの歌であったものも多く含まれている。ソ連では流行歌の常として様々な替え歌も存在したが、 日本ではそうした事象は反映されていない。また、ロシア民謡ではあるものの現代のロシア連邦の歌は一つも含まれず、実質的にはソ連時代の流行歌を集めたソ連民謡となっている。日本の一部ではロシアの歌は物悲しいというイメージが持たれているが、これはソ連の流行歌のうち単調のものばかりを日本に持ち込んだというのがその実であり。 ソ連の流行歌が単調ばかりであったわけではない。とはいえ、ソ連ではあまりに明るすぎる印象を与える歌は、白金となり、歌手も仕事を失う危険性があったことは事実であった。そのため、曲奏は単調にした方が無難であった。こうした状況は1960年代後半には、変わってきたが、日本人の好みに合わなかったのか、日本へはあまり流入しなかった。 第二次世界大戦前後の戦乱期には、帝政末期から流行した歌の他に単語などの流行も見られた。有名なカチューシャの歌は戦前の作であったが、戦時中に恋人の兵士を待ちわびる乙女の歌として大流行した。戦時中には多くの流行歌が存在したが、そうした歌の多くは世相を映して悲しいものや逆に勇ましいものがあったカチューシにも、 英雄的な女兵士バージョンや献身的な看護婦バージョンが存在する。アフガニスタン侵攻など戦争の絶えなかった世相を反映し、ソ連ではこうした比較的古い戦時中の流行家は親しみを持ち続けられた。ソ連崩壊後もチェチェン紛争を抱えるロシア連邦を中心に古い流行家は一定の流行を続け、また当然ながら 戦争とは関係のない無数の流行歌をも含め、現代でも、灯火や、カチューシャのような、ロシア民謡は歌われている。それらいわゆる、ロシア民謡は、古くは、ヒョードル・シャリアピンや、ボリス・クリストフ、現在では、ディミトリー・ホロストフスキー等有名なオペラ歌手、声楽家や、ブラート・オクジャワや、ブラジーミル・ビソツキー、アーラ・プガチョワなどの歌手、 旧西側諸国にも多くファムを持つロシア連邦軍、旧ソ連軍所属の赤軍合唱団、アレクサンドロフ・アンブル、赤星赤軍合唱団、内務省軍アンサンブル等々多くの歌い手により歌唱されている。日本に流入し、ロシア民謡と呼ばれたソ連の流行歌は、日本ではロシアの民衆の間で長年にわたって歌い継がれてきた民謡であると信じられた。 日本人の好みに合わせ、単調の歌が多く持ち込まれた。そのため、ロシア民謡には、他のヨーロッパ各国の民謡に比べて、単調の曲が多いという批評がなされるようになった。日本とロシア帝国やソ連との政治的関係はもともとあまり、良好とは言えなかったが、ロシア民謡は日本で非常にポピュラーなものとなり、ドイツリートや旅戦法とほぼ同じ戦法を用いた。 スコットランド民謡などと肩を並べている。明治の中期頃から戦後まで日本語の訳詞あるいは作詞がなされ、カリンカ、ボルガの船歌、黒い瞳、アムール川のサザナミ、行商人、ともしび、一週間など、その数は数十曲に上る。トロイカ、ポーリシカポーレなどのように、ロシア語と日本語の間で歌詞の意味が大きく異なる曲もある。日本において、 ロシア民謡が悲しいメロディーであるという典型が出来上がった背景にはそうしたメロディーの方が日本の民謡に近いものがあったということが挙げられている。また、ロシア民謡は特にシベリア抑留から解放された帰国者によって日本に多く持ち込まれた。そのため、流刑州の歌や当時現地で流行っていた戦時中の歌、最新の歌も多少はあったが多く、 内容的にも物悲しいものが多かったことは特徴として挙げられる。戦後、日本においてロシア民謡がポピュラーになるのに大きな役割を果たしたのが灯し火をはじめとする歌声喫茶である。テレビ普及前であった当時、歌声喫茶は大勢の若者が楽しむ娯楽でもあった。ロシア歌曲を得意とするダークダックスが積極的にロシア民謡を取り上げたことも 日本中に浸透するのに一役買っている。しかし、ロシア民謡の流行は、歌声喫茶の客層に見られるように、ベールに包まれた東側諸国や社会主義や共産主義への憧れと、表裏一体のものであった。ソ連の経済が傾き、国家の欠陥を露呈するに従いそうした幻想が、衰退していくと、ロシア民謡の流行の最盛期も去っていった。結局、 ソ連崩壊後は、ロシアの流行歌は日本へは、ほぼ全く流入しくなり、せいぜい、TATU やオリガの一時的な流行が、例外として挙げられるほか、今や時折テレビ CM や映像 BGM に、有名な曲のメロディが使われるとある程度の、一般知名度や、ロシア歌曲の愛好家が存在する程度としている記事も、多い。その一方で、 日本の歌謡界で、レパートリーとして歌っている歌手もいる。イギリスのジーン・ラスキン作詞作曲のヒット曲のはずだったが後で、ロシアの大衆音楽作曲家、ボリス・ホミーンの、ロシア革命直後頃の作曲であることが分かった。悲しき天使が、サザナミ・ケンジ役詞で、森山良子や南沙織らに歌われる。ポーリュシカ・ポーレを、中ま美が歌っていた。ソ連の歌手アーラップガチョアのヒット曲。 百万本のバラが加藤時子によって歌われヒットして第40回 NHK 紅白歌合戦出場曲となる。加藤時子は CD アルバムでロシアのスタルジーで古今の有名無名のロシア歌謡を歌っている。ロシア帝国時代の歌、1917年以前、ロシア革命後から雪解け、スターリンの島で、1917年から1952年、 雪解け後、1952年。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。